はい、こんにちは。ピースの渡辺です。今日はですね、ケンちゃんが点検やってまーす。はい、ケンイチくん。今日もお疲れ様です。はい。ん？何やってたの今日は？ん？今日何やってたの？洗車です。洗車？いや、これ点検じゃないんですか、今やってるの。あ、点検。点検ですね。はい。はい、点検ね。今日は、はい、こちらの NBOX の点検やってます。今プラグのところを見てもらってます。いいべこの車んいいべ、綺麗だしな、最高だべ、はい、買ってください、買ってください。ほんと珍しいこと売り込みしたね今ね、けんちゃんね。おすすめの NBOX 、うん、おすすめの24年式9万1000キロぐらい ね。プラグもどうでした？綺麗でした。綺麗でした。9万キロぐらいで交換時期かと思ったけど、なんかもう一回交換されてるようでしたね。はい、新品入ってた。新品入ってた。まあ、綺麗なやつね。もう今つけちゃったのね。新品じゃないです。新品じゃないです。綺麗なやつね。新品じゃないね。このボックス。いいね。特に何にも痛みもなく、非常に。閉めた。大当たりのようです。閉めた。閉めた。はい。じゃあとりあえず点検お願いね。はい、今日はね、シガちゃんが予防接種、今の流行りのあれね、はい、流行りのあれね、はい、予防接種で今日は早退しました。はい、なんで急遽、急遽じゃん、急遽でもねえけど、今日は健一がだから点検業務の方にやってくれてます。はい、何でもできるから健一の。もう辛いですもう辛い。もう辛いです。もう辛いです。な、今日午後から一人だからずっとな。はい。最高だべ。最高です。な、工場一人占め。はい。な、俺に早くあっち行けと思ってるべ。暑いから早く。暑いからもうあっち行けってな。分かった。じゃあ俺今から動画撮ってくからよ。はい。はい、じゃあおめえ頑張ってろな。こいつの後にまたもう一度 NBOX の点検入ってから。いや、車洗車しないと。あ、洗車。あ、洗車もあんだおめえな。帰るんだか今日おめえ。多忙だべ。もう8時間だぞ。4時過ぎでったわけにち。もう今日は終わりで。ん？今日はもう終わりで。こいつの後点検やって洗車やって大変だな。じゃあ頑張れ。はい。でもこれ NBOX 終わりだから今度な。まあ頑張ってー。はい。これか健二ね。18年式の EK ワゴン、5万キロだか6万キロぐらいのやつですね。先日点検かけて車検通してきたやつ、今日内装外装の仕上げを今ケンイチがやってくれてましたね、うん、内装終わりました、うん、で今外装の磨きを入れ終わって洗車してコーティングをやって終わりかだね。それの最後の仕上げのところだね。はい、なんだけどこっち仕上げないで NBOX の点検業務に入っちゃったんじゃないですねまあケンイチで、まあ、自由にね、自分のやりたいようにやっぱやってもらうのが一番なんで、まあね、やることさえやってもらえればもうバッチリですんでね。まあとりあえずこいつも今から仕上がります。ほんであとはこれか、こちらね、 NBOX、 先日入荷してた NBOX です。こいつはもう今日は点検業務入れられないんで、明日あたり、シェカちゃんの方で点検してもらう予定になってます。今日はもう無理、もう時間が時間だから。あとは今日車検から上がってきた車、こちらのバモス、これも今日車検から上がってきました、ね、点検かけて福島入り郡局まで、自走でテスト走行140キロ走らせながら車検も合格してまいりました。あんまり良くないですこのバンタイプのやつね。やっぱり欲しいんだけど、うちでもね仕入れしたいなと思いながら見るんですけど高いんですね。ほんでいいなぁと思うのはさ、やっぱり 高くてさ、なかなかこの手のやつはさ、まあ、20万円とか30万円くらいで、販売がしたいなぁと思って私ね仕入れの方するんですけども、なかなかないんだよね、なかなか。こちらでもとりあえず今回あんま余裕はないです。外装傷んでます。フロントバンパー交換しちゃおうかなと思ってたから、綺麗なやつがあるんですよ。だからこいつは今からもう、内装外装の仕上げやるときにフロントバンパーを違うやつに交換してちょっとでも綺麗に仕上げます。なんだけど錆びでもここもね錆びれます。
ここもちょっとへこんでます、ここも錆びてます、悪いね。ね、いいところ紹介すればいいんだべけどさ、うん、まあ、いいのは箱番人気のバモスエアコン付き4駆だね。で人気の黒、はい、いいとこもたくさんあります。で乗り出し価格が16年式かな、15年式がそのぐらいなんですけども、14万6000キロ、7000キロ、はい、乗り出し価格が一応店頭渡しで20万円での販売の予定になってますね。とりあえずもう、車検の方は終わってはいたんでね、あとは内装外装仕上げて店頭に出ていきます。今週末には明日仕上げやって、週末には店頭に出てると思います。20万円で乗れるバモス、ただ余裕ないです、悪いです。まあ、ぜひぜひね、使えれば足代わりで使えればいいやって方いらっしゃればね、見てもらえればと思います。これは現物見た方がいいと思います。なんせ傷んでますんでね、一回現物見てもらって検討してもらった方がいいと思います。それとこちらのタント2台なんですけれども、こちらね、ありがたいことに、ご制約の方頂戴いたしました。本当にありがとうございます。こちらね、2台ともまとめてね、お付き合いのある会社さんの方で買っていただきました。ね、本当に、ありがたいです。こうやってね、ピース中古車屋、中古車屋としてやってますけれど、このなんつったらいいのかね、やっぱ会社さんだったりとかでまとめてこういう風にね、2台ご制約いただいたりとかね、たまにあるんですけれども、本当にありがたいですよ。そうやってね、ご利用いただけること、本当に感謝の気持ちでいっぱいでございます。こちらもう登録の方も終わって、明日納車の方で予定しておりましたね。外装もケンちゃんにテロテロリ磨いてもらいました。わかるかな、光の感じ、テロッテロ綺麗に仕上げてもらってます。こちらのね、はいね、ピース店頭を引き渡し前にできる限り綺麗にさせてもらって、お客さんに喜んでもらえるようにと思ってやっております。あと軽自動車ご制約の時には、どちらのお車でも新品のタイヤワンセットサービスということで出させてもらってます。私、ね、動画の中でちょいちょいお話はするんですけれども、こうやって商売やっててね、やっぱりたくさんのお客様とね、何回もつながるような商売がしたいと思ってやっております。やっぱね、うちは福島県の相馬市って田舎です。本当に田舎でね、こうやって仕事車屋やってますんでね、なんつったらいいのかね、やっぱりせっかくピースをね、選んでくださったお客様に、あそこで買って失敗したわーってね、思わせるようなことはしたくはないんで、ピースで買ってよかったなーって思っていただけるように、でやっぱね、2回3回って利用していただけるようにと思いながら商売の方やってます、ね、じゃないとやっぱりね、商売って続かないと思ってます、自分としてはね、ほんと。まあ、ほんでもね、この取り扱ってる品物が中古品、中古車、ね、取り扱いしている商品がね、中古車ね、本当にいつ壊れてもおかしくないんですよ。本当だから、そればっかりはね、できる限りメンテナンスかけて不具合ないものだけ販売したいなと思いながらやっております。なんだけど、もう絶対壊れちゃうんですよね、本当に。それはだから何とも難しいとこでさ、ね、いいもの売りたいって言ってるけど、でも壊れるものを売ってるからね、難しいんですよ、本当ここが。あんでもだからこそ、お客様にやっぱり喜んでもらえるようにできる限りのことはやってさ、ね、ほんで調子悪いところをね、なんつ、傷んでるところだったりとかね、壊れるリスクのあるところだったりとかね、なんとなくやっぱこう取り扱いしてて分かるんですよ。こういう車はさ、車種によってどこか弱いとかさ、なんとなくやっぱ感じる部分があるんで、こういうところはしっかりとね、ご説明させてもらいながら、ね、この故障のリスクってものはあるんですよっていうご理解の中でね、お客様に決めてもらえるようにと思いながらやっております。まあなんせ、こちらの2台ご制約本当にありがとうございます。これからもどうぞ末永いお付き合いをできればなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。そしたらね、あと仕入れた車何台買ったんで、そちらの方取っていきます。あとはね、入荷した車たちが、ございます。オークションの方から落札してた車、今回、こちらの新しいモデルのアルト1台落札してみました。
初めてです。ピースでこのモデルのアルト今まで買ったことがなかったんですけど、ひじだいね、落札の方してみましたね。良さそう。どん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 新しい車、いろんなのね、挑戦したいなと思いながら、こちらのやつも買ってみました。何キロだっけかな、オートマ、よいしょ。距離はね、多分結構乗ってたんですけど、9万キロですね。9万キロ、27年式のアルトです、オートマ。はい、特にこれといって装備が何かついてるわけでもないです。キーレスはついてますね。燃費はいいんだろうね。まあ買ったことないからわかんないけど、でもあると、まあ今までもね、このモデルの前だったら何回も買ったことがあるからね、全部燃費がいいかったね。こいつも燃費もいいんでしょう、きっと。とりあえず、まあ今から点検かけていきます。あとはこのステラも今回、仕入れてみました。ターボ車っていうのかな、ターボ車、スーパーチャージャーターボと、スバルの、ステラ入荷しました。こちらね、いいね、色合いパープル。これただ後ろね、あんまり良くなくて、後ろがね、なんか自家塗装みたいのがあって、これですね、画像動画だと分かんないかな、バックドアパネルが自家塗装の跡があるんで、ここはちょっとみっともないんで、これは板金塗装で綺麗に仕上げてから店売りだね、うん、やっぱこの状態じゃ売れないね、汚いんで。それとあとはこのワゴン R、 これ最近ピースでこのモデル非常に多いですね。これも落札してみました。あとはこちらのミラージーノです。ミラージーノ138,000キロ、平成18年式ですね、確か。可愛いね、相変わらずミラージーノ。これもただちょっと痛みがあってちょっと悩んでます。ここのへこみがあります。板金塗装かけた方がいいのかな、それともこのまんま現状で売っちゃった方がいいかな。板金塗装ね、やっぱりお金かかるから、ここもへこんでんですよ。扉までやっちゃってっからね、1箇所2箇所3箇所3箇所の板金塗装かかるからね、結構ね、うん、悩ましいところです。138,000キロ、平成18年式ね、塗装して、あ、板金塗装して綺麗に仕上げて売りたい気持ちはあるんですけども、はてそこまで経費かけていいものか、それともこのまま現状でとりあえずね、車検の方を通すように点検かけて走れるように仕上げて、車検通してね。外装に関しては目つぶって店売りした方がいいのか、悩ましいとこです。まあ可愛いでもミラジーの入荷しました。それとあとこれ2台とも同じく日産のモコですね。これ最近あんまりこれ買ってなかったんですけども、なんとなく落札してきましたね。あの20万円くらいで乗れる軽自動車欲しいなと思ってて、まあ最近このモデルのやつだと大体そのくらいでね、あの販売が効くんで、まあ走行距離がいくらだっけかな、平成18年式の8万4000キロですね。8万4000キロね、車検2年付きポッキリ20万円とかで販売するのにはこのモデルだとポッキリ20万円でいきますね。ただちょっとこれも傷んでる、ここちょっとへっこんでます、ここね。まあこちらは一応外装に関してはこれはこのまんまの予定ですね。これもちょっとここ擦っちゃってます。でも綺麗です。こっちのやつ今のところのちょっと擦り傷はあるけど、これも何キロだっけかな、よいしょ、平成18年式の11万2000キロですね。はい、良さそう、うん、まあ、まず点検の方かけて絵柄だね。点検かけて車検通して、まあ私の希望としては、ポッキリ20万円で売りたいなと思っております。この辺の日産の子、まあまあこんな感じだよね、この辺の一緒。まあ入荷したのがこんなとこですね。はい、それとコンテもあるね。これ前の、これ前仕入れてたやつ、実は今からね点検かけて車検通してきます。こんなとこですね。どん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 ね、いろんなお車仕入れたいなと思ってやっております。
20万円から30万円くらいで乗れる車をメインとして仕入れの方やりながら、ちょっとこういう風な新しめのところもちょっとずつちょっとずつ入荷できるようにやってます。こっち側にもストック在庫、今店頭の方ですぐ乗れる軽自動車たち大体100台くらいは並んでます ね。ぜひぜひ足代わりの1台お探しの方いらっしゃいましたら見ていただければなぁなんて思っております。あとこの NS ラもどん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 仕上げていきます。もうこの辺は最近いつも通りの車たちですね。スティングレイとかミラ、あと私の大好きなライフ、もうライフもこのモデルが多いね。ほとんどこのモデルだよね。うちで仕入れるのもね、1年前の動画で JB5 モデルね、あれだけ私動画に撮ってたけど、最近仕入れの方は JB5 からこっち側の JC モデル、 JC モデルに変わってきました。ほんと時代の変化ですね。でも JB5 最高だね、ほんと最高。今でもストックじゃないや、店頭の方に在庫はねまだまだいっぱいあるんで、JB5 いいね、本当に車として。まあこの JC モデルもねおすすめですけれども、まあ私的にはこの JC よりやっぱ JB5、 これの前モデルの時の JB5 モデルの方がなんかこう慣れてるね、まあ、いっぱい触ってたからね JB5 モデルは。これからは多分今のあの新しい最終形のライフがほとんどになるんでしょうね。時代の変化です。それとそんなとこかな、こんなとこだね。まあ、一応こんな感じの、ストック在庫たちです。今映してるのは全部ね1台ずつ、オークションから落札してきたやつ点検かけながら店頭の方に出すのに、車検通して軽自動車ね、車検通して、内装外装も仕上げてすぐ乗れるようにして店頭に出してますね。担当とかどんどん入荷してます。これなんてものすごく外装しらっちゃけてるね。この字ね、ケージに磨いてもらってる動画撮ろうかな。これなんて多分磨き入れるとものすごく綺麗になります。このクリーム系のやつってこういう風になるんですね。ダイハツのこの色本当にしらっちゃけちゃってて、これ磨き入れるとテロテロってねツヤも出ます。色もねだいぶ戻りますね、磨き入れてあげると。こういうのはやりがいありますよ、ほんと綺麗に仕上がるんで。まあ、今この状態が悪いんでね、まあ、こういうのもしっかりと、点検かけて車検通した後に内装外装ともに仕上げの方をやってから店頭に出すようにやってます、ね、こんなところです。とりあえずは、いろんなお車どんどん入荷の方をしてまいります。ぜひぜひね足代わりのお車お探しの方いらっしゃいましたらご相談いただければなと思います。20万30万円の軽自動車一番得意でございます。何かあればどうぞよろしくお願いいたします。バイバーイ。